はい、皆さん、こんにちは、ピューニョです。ということでね、本日は、楽天の方やっていきたいなと思います。非常にね、久しぶりの楽天の動画になるんでございますけれどもね、一回撮ろうと思いまして、カメラの位置がね、全然その安定しなかったんで、もう断念してやめたっていう記憶があるんですけれども、まあ、とりあえずやっていきましょう。はい、ということで、ですね、今日は、ヤクルトということでね、まあ、世界の輝くという、何ふさわしい打撃力を持って、ヤクルトスワローズが相手となっております。では、早速ね、オーダー画面ですけども、オーダー組んでいきましょう。今日が、相手が石川さんということでね、うん。多分これが今、組んでたオーダーなんだろうなという感じですね。マスキダさんがマスカラスタメン入ってる。まあまあ、そうですね。左なんでマギダさん今日行ってもいいかなと思うんですけれども、セカンドの藤田さんが絶不調なんで、今日はじゃあ、後藤さんを使いましょう。うん。やっぱオリックス時代からね、ファースト、セカンドだ。セカンドっていうのは非常にこの定位置だったのでね。で、打順の方はまあ、これでいいのかな？ショート。まあ、前回岩崎さんが入って、三好さん、います？どうします？三好さん行く？左なんだよな、今日な。三好さん行きましょう。で、三好さんをじゃあ8番、7番島さんで。そうだな。2番後藤さんでもいいんですけど、2番で行きますか、じゃあ。2番で行きましょう。で、2番か、なら3番だな。なら、この1、2番にしましょう。うん。ちょっと待ってね。AJ が選球が持ってるはずなんだよね、確かね。AJ が選球は持ってますよね。なんで、AJ1 番にしますか。ちょっとなんか、あるじゃないですか、いろいろと、今ね。AJ1 番にして、武郎2番。で、3番後藤さん、ラッツさん4番、銀次さん5番の、牧田さん6番、7番、島さん、これでいきましょう。OK。今日はちょっとオーダーをね、面白くしましたということで。今日は先発、唐島さんです。まあ、変えてくってたんですけども、とりあえず唐島さんはね、安定しているので、変えません。では、やっていきましょう。石川さんでございます。監督プレイ。そうなんですよね。で、最近ですね、ちょっと聞いてください。おう、リーグ、まさかのチーム打率そっぱらしいですよ。でね、聞いてくださいよ。最近ね、ちょっとあれを見たんですよね。すごい前に、なんて言うんでしょう。すごく前にですね、あの花ってあるじゃないですか。あの日、あの日、僕たちが見た花の名前を僕、すみません。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。そうそう、それだ。があるじゃないですか。ね、あれの、あの花だっけ、あの花だか、ここ酒だか、どっちかのコラボで、行きましょう。試合開始です。AJ 頼むよ。コラボでですね、お、いいっすね。ナイスバッテン。なんだっけ。イノリンと、カヤノさんが、メットライフドーム、まあ、現在のメットライフドームなんですけれども。で、始球式をやったんですよ。送るかな。いや、打たせましょう。で、その始球式をやりまして、で、まあ、人気声優じゃないですか。やっぱりね。人気声優で、まあ、始球式をやったという動画をですね、昨日に見たんですよ。タケル走ってっかな？ 4 割3分無理ですね。エンドラン行きましょう。でね、そう、昨日見たんですけども、まあまあ、私もね、一応、イノリンも、カヤノさんも知ってるわけですよ。まあ、それはね、そうだよ。で、ラッツさん行きましょう。で、それでですよ。ナイスバッテン、先生ですね。で、あるじゃないですか。よくそれね、動画って。基本的にコメント欄見たんですよ。まあね、なんでしょうね。この、何なんつうの、ね。なんつうのね。そのね、いろいろとあるじゃないですか。声優さん好きな人が、まあ、見るじゃないですか。それ結局その動画って。それはそうですよ。人気声優を始球式してるんだからね。で、それを見てさ、それに限らないですよ、基本的に。あとは、バンドリもやりましたし、バンドリ始球式やってね、バンドリやりましたし、たまにこうね、いろいろアイドルがやったりするじゃないですか。で、そのファンの人がさ、コメント欄でさ、よくあるじゃないですか、わかるかな、あれですよ、
まあ見てきてほしいです。なんならもう、祈り死球死球で検索すれば多分出てくると思うんで、見てきてほしいんですけども。そのコメント欄のね、なんだろう、このね、声優絶対主義みたいな、あの空気すごい苦手なんだなと昨日思ったんですよね。そうそう、非常に苦手です。なんかさ、なんだろうね。あれ、あそこってあくまで、おー、ナイスプレイ。あそこってさ、あくまで野球見に来てるわけじゃないですか。それに対してです。なんか拍手とかしないとか許せんとか。ね？いや、知らねえよって感じじゃないですか。正直。別に知らない人からしたらただ野球見に来てるだけなんで、まあ、すごい迷惑、この上ないですよね、その後ろコメントが。なんで、すごいそういうのが嫌いだなぁと思って。なんか、違うなぁと思ってね。まあ、なんか、ちょっとね、ちょっと嫌いな、嫌になったかなという思い出でございました。それだけです。三好さん頑張れ。今、先制してね、唐島さん結構いびちくしてたんで、とりあえず、いいっすね。さあ、そんな感じでございました。まあ、そうなんですよね。そういう人は嫌なんですよ。嫌いなんですよ。結局、そのね、そういう人たちってさ、うわ、バレ怖えな。そういう人たちってさ、自分中心じゃないですか。自分中心でいうかさ、どう考えても考え方があれじゃないですか。ね、アニメ中心じゃないですか。その考え方がどう解釈してもそういうコメントって。岩村さん、そういうのはちょっと違うんじゃないかなと思って。そうですよ。だから、なんでも自分たちが中心だと思わない方がいいわけですよ。結局ね。基本は、まあそういうのって結構アニメに多かったりするんですけども。あとそのね、ラブライブ、特にラブライブ好きな人、今多いかなっていう印象がありまして。まあそういうのもね、すごいピンチなんだけども、経営しましょう、ここで。ムーチョめっちゃ打つんで。で、そうなんですよ。そうそう。竹内さん余って7万だったわ。あ、違う、詰め出したら、あー忘れてた。あぶねー。で、いろいろあるんですよ。ラブライブに結構そういうの多いなっていう傾向がありまして、ボーカーさん、お願いします。まあ、近い話で言えば、一の引退ですよね。一の引退の時の、引退会見で、チカッチに似たコメントをしたらしいんですよね。らしいんですよ。なんか、ねえ。いや、全然気づかなかったしさ。なんか、別にね、そんな、いちいちセリフなんか覚えてないからあれだけども、コメントしたらしくて、なんか、非常になんか、結びつけてましたね。いちもラブライブ見てんじゃねみたいな。見てるわけないじゃん。あ、明らか見てるわけないじゃん。そんなこと、あの人そんなことしてる暇ないからね。正直言うけど、マジで。ねえ。そうなんですよ。だから嫌いなんですよ。そういうのは。何でも自分の中心で、特にラブライブは本当に作品を神格化しすぎかなとは思ってます。まあ自分もラブライブ好きなんですけれども、まあちょっと最近ね、熱が冷めたと言いますか。熱が冷めてるというか、なんかあれなんですよね。熱が冷めてるというか、ちょっと最近触れてないんですけども。そういう立場なんで、ちょっと一歩引いてみると、結構そういう、考えが浮かんできてしまうかなという感じでございます。はい。そうですよね。自分はオッケーです、待って。当落ね、動画上げてないんですよ。一回撮って、編集もしたんですけれども、なぜか上げなかったんですよね。なんで時期がずれちゃったんですけど、私、フィフスライブ、二日目行くことになりました。そうですね。だから、メットライフドームに行けるね、と思って。自分もすごいメットライフに行くのが楽しみだったんで。まあ、ここで4月3日も行くんですけど、メットライフ。非常に楽しみでございます。はい。ナイスバッティング、町屋さん。いいね。つか、唐島さんがめっちゃピッチングしましたね。これね、やっぱリーグトップの打線ですから。楽天打線ね。現実の2014年どうだったんでしょうね。なんか、あんまり楽天、2014年、バカバカ打ってたイメージがない。すぐ外国人取ってるイメージしかない。あの年は。ねえ、ファンミルさんとかだってねえ、だんだん2メートルあるのにさ、つかまあ全体的に2014年は結構途中入団 OK なやつ待って、途中入団多かったイメージあるんですよね。なんか、忘れ去られてる人も多分少なからずいるんですよ。だから皆さん、覚えてますランズラー投手とか覚えてます
ランゼルは当時確か一軍で投げてないんですよね。オリックスだったかにいたんですけれども。お、いいね、AJ。おー、あー、一番 AJ ハマってる、これ。あー、ハマってねや。ハマってないとも言えないけど、まあ。そうですね。今日はね、いいね。なんか、打線がハマってるわ。ちょっとナイス采配目覚めちゃってる感じがしますね。さあ、どうかな。いや、これは伸びないね。しょうがない。OK です。でも、すごいね。文句みたいなこと言ってましたけども。そうで、それ言ってる話の間になんかもう一つ言いたかったんだよな。なんだっけ、忘れたな。1のラブライブ、あれもそうだ、あったわ。畑はランナー出しても怖くないんであれなんですけれども、バレがね、そんなに足もまあ速くはないけど別に普通なんで、ちょっとこれまずいな。車検使いますか。中間月、まあ5点あるんで月でいきましょう。ここが勝負、早くない？いやー、行かれたな、これな。ダメだ、これ。いやー、参った、参った。ねえ、懐かしいじゃねえ。そんな感じでございますので、そうなんですよ。これね、この動画実はね、あれに撮ってるんですけれども、ちょっとまあ、唐島さんがめっちゃ崩れたんだけどさ、崩れてんだけどさ、今さ、この動画ね、非常にその、さっきね、さっきまでね、あれなんですよね。この前の動画の、編集をしてまして。編集っていうか、その、エンコードをしてまして。エンコード中にね、あれなんですよね。バントあるこれ。バントありそう。バントありそうだな。バント引きましょう。バントですね。オッケー。エンコード中にですね、まさかのパソコンがね、2回ほど落ちたんですよ。おい !2 回ほど落ちたんですよ。マジで。なんでね、めちゃくちゃ精神的に疲れてるというか。やんなくてもいい作業をね、なんか無駄に2回やったりしたんでね、結構疲れてるんですけど。なんでね、すごいこれね、なんか、気晴らしに撮ってるみたいな感じなんですよ。原島さん、ダメだね、ジョンピッチングね。いやー、さすが火薬庫といったところですか？ちょっとこれ、なあ、もう、なんでだよ。話にならないですね。こういうピッチングされると。フォアボールで崩れて。まあ、しょうがないです。何を話そうとしたんだっけな。ちょっとこれ話したいんでな。話したいなーと思ってたけど忘れましたね。じゃあ、ガラシマさんどうしますか。とりあえず5回まで投げさせましょう。先発投手なら5回投げろって話ですから。OK、後藤さんナイスバッティング。いいよ。これ伸びるんじゃない？入るんじゃない？ワンちゃん。入ったよ。すげえな、おい。ナイスバッティング。素晴らしいです。OK ですね。これがチームリーグトップの楽天打線ですから。なんだっけな、何か話そうと思ったら忘れちゃったな。ラッツさん、頑張れ。ちょっとホームランがね、7本なんでね、ちょっとまだ少ないかなといったところかなと思っております。それだ。あれだ。1の引退で思い出した。あれだ。これね、友達との LINE でも送ったんですけれども、これ、友達が共感してくれたんですけど、ですね、なんかあるじゃないですか。まあ、本当にこれはね、自分がひねくれてるだけの可能性があるかもしれません。イチが引退したじゃないですか、先日。引退試合でね、非常に感動したじゃないですか。自分はあそこでベッカムがめっちゃ好きになったんですけど。で、友達に聞いたら、ね、強く言いましょう。友達はね、マーリナーズが好きになったって言ってましたね。もう、メジャーリーグにわか同士なんです。その話になりまして。三好さん、ナイスバッティング。で、ね、非常にあったんですけど、そこの間ね、結構話題になったのが、私が振ったんですよ、話を。一ついいかと。何でしたっけ。こう、普段野球を見てる人が、こうね、位置に対して、お疲れ様って言ったりするのは、なんかこう、非常にこうね、まあまあまあ、わかるじゃないですか。それはもう野球見ても見せてもらって、もう素晴らしいプレーを見せてもらって、伝説の選手ですよ、あんなの。あれなんですけど、そこでね、普段野球見てないのにさ、そういう時にだけさ、出てくるさ、誰だろうな、特にそれでムカつくよねって話を出したのが YouTuber とかね、
芸能人とかだったらまだわかるじゃないですか。うん。それで YouTuber とかね。そういうのはね、腹立つよねって送ったんですよ。そしたら、それって言ってましたね。うん。芸能人ならいいんだけど、YouTuber とかはダメだって言ってましたね。なんか、わかってくれる友達でよかったなと思っております。ほんとこれだけです。さあ、どうだどうだ ?OK です。さあ、もう、唐島さんはこの回で終わりで行きましょう。もう、5回5失点じゃダメです。もう、クオリティスタートもないんじゃ、もう、使う価値ないって、おかしいな。使う価値ないじゃない。まあ、使いません。もう、危なっかしくて。なんで、ここで、変えましょうね。まあ、基本的に、こっから6、7、8、9投げるわけじゃないですか。逆算していけば、8が小山さん、9がクルーズさん。ここまでは、確定なわけですよ。じゃあ、どうするかと。うん。まずは、6回ですね。ここはね、6回なんで、まあ、どうしようかなと考えたときに、私はここで、どうしよう、打順を見ましょう。ゆうへい、竹内さん、慎吾のバタッチだから、どうだろうな。あの場合は、右出しますか。ちょっと、ムーチョが A なんで、左が A なんで、武藤さんでいきますか、ここは。ちょっと、当番が武藤さん多いんですけれども、ぜひともね、このシリーズ70ぐらい投げてほしいかなと思ってます。さあ、後藤さん、先ほどナイスホームランでした。しっかり藤田さんの大学やってますね、もう。バッティングで見せてくるね。さすがね、さすが元オリックスの3番バッターで。ねえ、後藤さんと哲平さんのトレードですからね。なかなかですよね。まあ、世紀の大トレードまではいきませんけどもね。こう、あれなんでしょう。あまり目立たないけど、チームのこう、柱みたいな存在。なんだろう。わかりやすい例えがね、ちょっと思いつかないんですけれども。わかりやすい例えが思いつかないんだけれども、そういう存在。っていうのなら、ね、やっぱそこら辺のトレードっていうのは非常にこの、個人的にはなんか面白いなと思ったりしてますね。もう今日何話してんだかよくわかんねえ。なんか不満を話して終わってるね。さあ、ムーチョです。武藤さん頑張れ。いやー、打たれたね。武藤がずっとセンターいるんですけども。まあ、そうね。あ、待って、竹内さん。あ、まあ右の方が強いんか。そうか。で、バタッチが確か左の方が強いんですよ。これ取れる誰だっけ、町田さんか、いけるな、よし。広瀬さんね、てっちゃんじゃないんだね、セカンドね、打たれたし。てっちゃんじゃないんだ、なんでだろうな、怪我でもしてんのかな。前回の中日戦が非常に塩見さんがね、こう島になるピッチングしてくれたもんですから、島になる今回試合もね、今回ちょっと期待したかったんですけど、なかなかにこう期待できなかったという中でございますけど、なんだろう。まあ、あれですね。試合ってのは難しいです。さあ、そしてじゃあ、7回に斉藤隆さんを見なかった。うん。非常にやっぱ、斉藤隆さん能力も高いんでね、安定してますから。運気もしようということで、島さんが今日2安打だっけ、確か2安打ぐらい打ってた気がするんだよな。3安打か。これでね、これで3安打。いやー、すごいですね。撮影日がね、これ3月のね、28なんですよ、今。なんでね、プロ野球開幕前日、まあ、非常にこう、盛り上がっております。プロ野球だけじゃないね。MLB も確か開幕かな。MLB の中継が、確か、28、OK、28の、28っていうか、まあ、ほぼ29の25分から、なんか今日、ヤンキースと、オリオールズか、試合があるらしくて、ちょっと見たいなと思ってるんですけど。2時か、まあ2時、まあ普段から2時起きてるんですけど、そうなんですよ、まあ普段から2時起きてるんですけど、なんかね、まあ普段から2時起きてるんですけど、まあ、見たいなと思ってる次第でございます。まあプレイもね、始まるし、あと今日ね、あれですね、日本で MLB ザショーが発売しますね、今日。強く言いましょうか。自分はプレフォー持ってないんでね、やりたいんですけれどもね、やれないんですよね。なんで友達がね、さっき、オッケー今日2本目さっきLINE したっていう友達が、今もちょうど LINE 来たんですけども、LINE したっていう友達がね、
MLB ザショー買ったんで、19ね、買ったんで、まあ、ね、自分は、プレイステーション4のコントローラー買ってね、やりに行きたいかなと思っております。そうなんですよね。でね、誰使おうかなと思ったら、どこのチーム使おうかなと思ってて、今、すごい悩んでるんですよ。まあね、無難にヤンキースとかね、そういうところ使ってもいいですし、迷ってるのがヤンキースかカブスかアストロズなんですよ。まあ理由っていうのが、あれですね、まあ DD がいるっていうので、ヤンキースっていうのと、バイエスがいるっていうんでカブス。か、なんか使いたいアストロズっていう感じですね。うん、なんか使いたいんですよ、アストロズね。いいじゃないですか、なんかアストロズって。ちょっとマーウィン・ゴンザレス抜けたいものが高いんですけどね。結構マーウィン・ゴンザレスも好きなブルーの選手だったんでね。ちょっと抜けたのが惜しいんですけれどもね。ロッキーズとかもいいよね。ロッキーズとか面白くないですか？なんかね、こう、やっぱホーム球場気圧が高いから、空気抵抗を受けないから打球が飛びやすいからとかするんじゃなくて、普通に OK、ゲッツ。なんかこう、選手が面白いというか、うん、まあ、ブラックモンから始まり、誰だっけ、まあ、ルメイヒューが前までいたんだけど、ヤンキーズ行っちゃったんで、ね、今回新しく、マーフィーが入った。まあ、セカンドはそこで、穴埋めなのかなと言ったところで。あとね、坂本ちゃんファンのデズモンドとかね。あ、おー、ラッツァ坂本ちゃんファンのデズモンドね。初めて聞いたよ、あんなの。ちょっと、ここで勝負、あ、勝負じゃねえな。こう着圏でいきましょう。デズモンドね、坂本ちゃんファンらしい、ああ、坂本ちゃんファンらしいですけど、デズモンドね。うん、ね、あとはストーリーとかね。ストーリー、ああいうショット好きですね、強打のね。ディティとはまた違った感覚がすごい、するというか。そう、ラッツさんがエラーしたからって。ラッツさん。非常にそういう感じがなんかすごく好きですね。非常にロッキーズはなんか面白いチームだなという感じでございます。ちょっと待ってね。グループの匂いするの忘れたな。まあ、ここは普通に勝ちパレス投げましょう。金子さんに言うじゃん。勝ちパレス投げます、ここは。うん。何があるか分かんないんで、とりあえず9回の裏までは守備固めしない形でいきましょう。シマさんが結構バッティングいいんでね、なんかこう、使いたいかなと言ったところなんですけども、もっと上の方の打順でね。さすがにキャッチャーをね、2番とかにするのはちょっと好きじゃないんですけれども。まあ、キャッチャーだから、まあ、6番ぐらいとかね。そうですね。いう感じでございます。小山さん行きましょう。そしてこの回までは、しまが、渋固め入らずというところ。まあ、ラッツ、エラーしましたけども。まあ、打って返してくれるかなというところで、小山さん。頑張ってほしいんだけどな。OK、ゲッツ。さすがだね。やっぱ貫禄ですから、ベテランの貫禄違いますからね。カズオがいないんですよ。すごく今辛いんですよね。カズオがいないだけでこんなにも。ポーカーさんがね、今日2ホーマー打ってますから。後藤さんも2ホーマー打ってるけどね。いや、無事スタメン起用に応えてくれた。いや、この名勝ぶりが出ちゃってる感じがしますね。いや、今日、自分で前半何話してたか全然覚えてないもんね。AJ いいね。AJ すごいわ。一番 AJ ありなんじゃねこれ。選球が今足が遅いけども、正直、楽天そんなに足使える選手、まあ、バリバリ打力がそこそこあって、なんか、打力があって、でも、足も使える選手っていうのはなかなかいなくて、盗塁がうまいっていう感じの、足が使えるって意味ですよ。OK です。おっと、バタチ怪我したぞ。すぐ怪我すんだよ。あ、岩村さんだ。バタチじゃねえ。岩村さん怪我したよ。誰入った？森岡さんだね。ギズさん頑張れ。あ、待って、クルーズさん入れるの忘れた。いや、ね、まあ、そうなんでございます。非常にその楽天もね、この年の楽天もそんなにその、足も使えて、打力もある選手がなかなかいなくて、ちょっとそこはね、ちょっと困ってるんで、もういっそのこと AJ1 番固定してもいいんじゃないかなと思ってます。じゃあ、帰っていきますか、守備を。ウォーカーさんのところに、じゃあ、肘入れましょう。ちょっとレフト肘のイメージ、前も言った気がするな。あんまないって岩崎さんショート入れ入って、まあこんな感じかな。基本的にあんま変えなくてもいいような気がするんだよな。マキラさんは別に大丈夫ですね。ラッツさんがありますか。いや、でもサード、藤田さんサードか。あんまサードな藤田さんの意味じゃないんだよな。なんか一回から持ってるイメージあるんだけど。まあいいや、これでいきましょう。さあ、最後締めてもらえますか。
もう防御率も悪いし、登板数も少ないし。どうかな、取れるかな、いや、取れないか、早々に諦めたな。いや、なんで、その一番バッターがね、結構困ってる感じなんですけど、まあ、今でこそね、和樹がね、いるんですよ、カー君が、ね、いるんで、もう打力もあって、盗塁もできますから、なかなかに珍しいですよね、あえて、打力もあって、盗塁もできる選手っていうのは、なかなか結構珍しいかなと。打力もあって、足が速い選手っていうのはいっぱいいるんですけども、やっぱりその結構いるイメージなんですけども、なんか、盗塁ができるって話になった時に、結構その珍しいのかなっていう印象を受けます。さあ今日満塁ホームランの、満塁じゃねえ、今日ホームラン打ってるムーチョなんで、ちょっとこれで使います。OK です。クルーズさんもっと安定してくれないかな。ファルケン連れていきますか、もう一回。OK です。OK。今日後藤さんの活躍だったんでね。後藤さんとウォーカーさんが活躍したんですけども。後藤さんは今日一日中スタメン守ってもらう、あ、じゃあセカンド守ってもらう、予定だったんで、ムーチョさんの変えずにって感じです。さあ、ナイスゲーム。今日は良かったですね。AJ がヒーローなんだね。なんだろう、今日みんな打ったイメージがある。すごく。なんか、ヤクルトの大株を奪うというか。そんな感じですね。いや、非常に今日楽しかったな、これ。なんかな。自分の言いたいことめっちゃ言ったけどね。そんな感じでございました。まあ、打線も気持ちよくってくれたんでね。非常に良かったでございます。からしめさん、ちょっと、いいピッチングがなかったんでね。まあ、反省してほしいかなといったところでございます。ということで、まあ、西宮さんとか連れてこようか、後で。ということで、ね、まあ、こんな感じでおるかと思います。ということで、お、牧田さん怪我したよ。あ、増田さんが治ったわ。ということでね、5位浮上です。よし、このまま、とりあえず CS を目指しましょう。ということで、次の試合は、どこですかと。巨人かな、巨人だね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter、フォローなどは概要欄の方で、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、バイバイ。